ダブリン技術学院はダブリン七区グランジボーマンに本部を置いていたアイルランドの国立高等教育機関である。1978年に設置され、2019年に廃止された。略称は D。2019年1月1日からダブリン技術学院、タラ技術学院、ブランチャーズタウン技術学院が合併し、アイルランドで最初の高科大学である。 ダブリン工科大学となった。総合大学では多くの場合より広範な知的発達を提供しているのに対し、技術学院は学生が最初から職業的な道を念頭に置いているという点でよりキャリア志向であるとされている。大学としての認可は受けていなかったが、大学と構造が非常に似ているため様々な大学評価の世界的指標でランキングされた。その一つ、 クアクアレディ・シモンズによる QS 世界大学ランキング2019では世界第751から800位台等だった。過去最高は2010年の世界第395位。また、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションのザ・世界大学ランキング2019では世界第801から1000位台等だった。過去最高は2018年及び2017年の 世界第601から800位台等。ダブリン技術学院の前身であるダブリン主技術学校は1887年にアーノルド・フェリックス・グレーブスによって設立された。時が経つにつれ、他の技術学校も開校し、後にダブリン技術学院を形成することになった。1975年、ダブリン大学はダブリン技術学院を構成する。 単科大学に学位を授与する協定を締結した。この協定は1998年にダブリン技術学院が1992年のダブリン技術学院法に基づいて独自の学位授与権限を与えられるまで続いた。1978年には技術単科大学が他の5つの単科大学に加わりダブリン技術学院が設立された。1992年に ダブリン技術学院はダブリン技術学院法に基づき単一の教育機関として法律で設立された。1996年の総合大学指定申請は却下された。当時、ダブリン技術学院は総合大学と同等の活動範囲と様々な権限を有しており、その学位はアイルランド国内のみならず国際的にも認められていた。 アイルランド国家資格局が制定したアイルランドの国家資格の枠組みに完全に準拠した学士号、修士号、博士号を授与する立法権を有していた。2014年にダブリン県の他の2つの技術学院であるタラ技術学院とブランチャーズダウン技術学院と共同で高科大学としての指定につながる正式な過程に入った。2018年4月に 最終申請が提出され、2018年7月にダブリン工科大学の結成が承認された。2019年1月1日に発足した。ダブリン技術学院には、ダブリン市長、社会、産業団体、教員、学生などの公共の代表者で構成された運営組織があり、最終的にはトム・コリンズ教授が議長を務めた。1992年、 マイケル・オドネルが最初の暫定学長に就任した。1993年にブレンダン・ゴールド・スミス教授が学長に就任した。2003年から2018年まではブライアン・ノートン教授が2代目最後の学長を務めた。以下は2019年の廃止当時にあった学部の一覧である。また統合されたダブリン工科大学でも以下の学部学科は保持された。 入学試験中央出願局は、ダブリン技術学院に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を担当していた。入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すようダブリン技術学院が指示している。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。カオは、 アイルランドの国家統一高校卒業試験のリービングサーティフィケートの結果に応じて合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。終始過程 博士課程への入学は、ダブリン技術学院が直接担当していた。以下は、2019年の廃止当時にあった研究家の一覧である。また、学部と同様に統合されたダブリン工科大学でも、以下の学部学科は保持された。ダブリン技術学院学生自治会は、ダブリン技術学院の全学生を代表する組織で、カレッジ内の各レベルで学生の声を反映させていた。 ダブリン技術学院内のすべての学生が自動的に会員となっていた。ダブリン技術学院には40以上のスポーツクラブがあり、ゲイリックフットボール、サッカー、ハンドボール、ライフル射撃、水球、アーチェリー、バスケットボール、カイトサーフィン、クリケットなどがあった。ありがとうございます。